吉田さん、無限に稼ぐ方法ね。だから今、最近思い出すんですけども、ネットビジネス始めた頃に、まあ、いろんな塾が、その、プロダクトローンチでセールスされて、セミナーに行ったりとかね、いろいろ話聞いたりとかしたんですけども、今振り返ってみたら、あの程度のことやってたんだってものばっかりで、その、セールスの CM って結構ね、動画がかっこよかったり、キャッチコピーが冴えてたりするんですけども、やってることって、もう、今私がこう普通にやってることねの一部をかなりこう拡大したものばっかりで、で付録をたくさんつけてるんですけども、その付録も大体同じ内容のセミナーが並んでいたりとかね、あその程度のものだったんかってこうやってね分かるのは、まあ時間が経ったからっていうのもあるんですよ。私もいろいろ経験してきたっていうのもあるし、当時はその情報ですらやっぱり貴重だったのかもしれませんけども、こうして何年か経ってみてね、当時の情報商材が今の時代に売られていたら、まあそれなりに効果は出るんでしょうけどもね。あ、電話だ。じゃあ行ってらっしゃい。